こんにちは、眼科専門医の平松瑠衣です。目の病気についてお話ししていきたいと思います。多焦点と単焦点の眼内レンズの選択についてお話ししたいと思います。眼内レンズとは白内障の手術の後、もともとあったレンズの代わりに入れる人工のレンズのことを言います。で、このように目の玉をこう斜めに切ると、前の部分にレンズがあって、これを取って代わりに人工のレンズをこのような形で入れてきます。実際の映像を見ていただくと、このような形でレンズが入っていきます。大きく分けて単焦点のレンズ、多焦点のレンズというのがあります。なぜこのようなお話をするかというと、昔は単焦点レンズというのだけだったんですが、多焦点レンズという選択肢も出てきたため、患者さんと医者の間で、話し合いをしてどうするかを決めていく必要があるため、このようなことを考えなければいけません。では、焦点とはそもそも何かというと、こうレンズがあって、光が入ってくると、このように集まる、光が集まることの場所を焦点と言います。子供の頃、虫眼鏡で黒い紙を焼いた、そんな経験がある方もいるかもしれませんが、そういうのがいわゆる焦点という状態です。単焦点というのは、それが1個。単というのは1個ということなんで、1個の焦点。多焦点というのは、それが1個。2個焦点が合う状態を言います。ですから多焦点といっても、いくつもあるというよりは、2つ焦点があるというふうに考えていただければと思います。単焦点レンズはピントが合うところが1つ、多焦点レンズはピントが合うところが2つあるというふうにお考えになってください。で、それぞれいい点悪い点があるわけですけど、単焦点レンズは目的のところがきちんと見えるというのがいい点です。一方で、目的のところ以外のところはメガネをかけなければいけません。具体的に言うと一般の方ですと、遠くを見て近くは老眼鏡を使うっていう方、その場合はそのまま遠くはメガネなし、近くは老眼鏡というような感じになります。逆に近視の方で遠くはメガネをかけてみて、近くは老眼鏡という方の場合も、そのように遠くはメガネをかけ、近くはメガネをなしで見れる。逆に言うと、どちらかはメガネが必要になってしまうということです。多焦点のレンズの場合は、遠くも近くもある程度、見えます。そのため、メガネがいらないこともありますが、メガネがいるかいらないかは、その人がどのぐらい見たいかにもよってくるので、確実にメガネがいらなくなるということではないです。単焦点レンズと比較して多焦点レンズの問題点としては、単焦点に比べると、見え方は少しはっきりしない部分、眩しいなどのことがあります。そして、多焦点といっても焦点は2つなので、中間は見づらくなってしまうということです。また、レンズ自体の特性として、単焦点、まあ、いわゆる一般的なレンズの場合は、よく使われているので、昔からの長い使用の経験があるというのがいい点です。欠点としては先ほど言ったように、遠くに合わせれば近く、近くに合わせれば遠くが見えないということ。多焦点のレンズはその逆で、遠くも近くもある程度見える。ただ、欠点として眩しく見えることがある。そして、一番問題になりやすいのも、費用がかかるということで、単焦点レンズはいわゆる保険で全てが賄えるわけなんですけれども、多焦点のレンズの場合は、例えば数十万円するであるとか、施設によってそれなりに費用がしてしまうという問題があります。また、単焦点に比べて短い使用経験であるため、長期的に何かが起こるかということははっきりしてないこと。また、他に病気があるといけない。また、すぐに見えるというよりは、慣れてからやっと見えてくるという方もいらっしゃるので、慣れる必要があるということがあります。このような多焦点と単焦点の説明というのは、今言ったように他に病気があったり、ある程度高齢の方の場合は多焦点が難しいこともあるので、この人には合わないなと思う場合は、医師から特に説明をしないこともあります。また、医師の主義によって多焦点の説明も特にしないこともあります。新しいレンズであり、ある程度費用がするものですので、それよりは単焦点の方がいいと考えている医師は特に説明しないこともあります。と
いうことがあるので、もし多焦点の方がいいなと思う方があれば、そのことを医師に聞いていただければと思います。